さあボールを奪いました福井、福井運びます、福井から青木、左足のシュート決まりました、2点目。沼津2点目です。青木が落ち着いてゴールを決めました、2対0です。青木は今シーズンの6点目になります。この福井のボールカット自ら運んでこのパスを受けた青木、落ち着いて左足で決めていきました、2対0です。